そうですね、まあ、やっぱり怪我が本当になかなか治らなくて、まあ、本当にその、まあ、本当にこう順を追って話すと、まあ、シーズンイン少しちょっと怪我がちで、でそのまま、まあ、なんとか開幕にはコンディションを整えることができて、まあ、その中でもまあなかなか出番はちょっと少なくて、でチームの結果も出なくて、で監督が変わり、それでやっとこう自分のコンディションも上がってきて、まあ、試合負けては負けてしまったんですけど、まあ、湘南戦スタメンで出て、やっとここからかっていう時に、その次の週に怪我をしてしまって、でやっぱ早く戻りたいっていう気持ちもあって、まあ、若干焦りもあり、まあ、腰をかばっての今度ふくらはぎ肉離れっていう、でそれで今度もうどっちかをかばえばどっちかが悪くなるみたいな形でずっと苦しんだ結果、半年間もうリハビリずっとやってて、で、まあ、ふくらはぎがまた再発してしまったりとか、でそういうことを繰り返したので、もうとにかく最後もう時間かかってもいいから、やっぱりその最後チームのために何かできるように、全力で戦えるようにっていう気持ちで、もう最後も調整して、まあ、なんとか最後は試合に出ることができたんですけど、はい、自分がやっぱりこう試合に出てたというか、最後出てた時まで本当にチームが一勝もできなくて、で自分がリハビリに入って、だんだんチームが、まあ、監督がやろうとしてるサッカーっていうものがだんだんこう定着してきて、みんながそれに対してこう自信を持ってプレーするようになって、どん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 やっぱチームが上昇というか勝ち続けていったっていうのを見ている時は、やっぱりこう、まあ、なんで自分がピッチにいないんだろうっていうふうな感じでは思いましたけど、まあでもやっぱりその自分個人だけのことを別に考えてやる世界ではないと思うので、とにかくやっぱチームが勝っているっていうのは、まあ、すごく嬉しかったですね、うんうん、そうですね、まあどうですかっていうような感じで声をかけてくれてたし、すごくこう、まあ、復帰した時、練習に復帰した時とかも本当気をつけてくださいねみたいな感じで、まあ、再発しないようにとかっていうふうな感じではすごく声をかけてくれてたので、まあ、本当に最後自分が活躍できたというか、まあ、やっぱチームのために何かできたかどうか、まあ、周りが判断するものですけど、やっぱ試合に絡めたっていうことを、それができたっていうのは、やっぱりそのリハビリ期間中にやっぱりそのチームメートがやっぱりそうやって声をかけてくれて、やっぱりその後監督も含めてスタッフも含めてそうやって声をかけてくれてたっていうのが、やっぱり自分が気持ちがこうチームから離れないで、常にやっぱそのチームに対して前向きな気持ちでずっといさせてもらえたっていうのは、まあ、本当それのおかげでやっぱ最後最終的に試合に出ることができたのかなっていうふうには思いますね。